ジョングクはソロアーティストとして彼の名前にいくつかのタイトルを追加しており、彼の名前は音楽チャートで明るく輝き、ソーシャルメディアで大規模な人気を誇っています。彼はローリングストーン誌によって史上最高の歌手の一人に選ばれ、リストに載っている唯一の韓国人男性歌手でした。このニュースは韓国にとって誇りに思う瞬間であり、 SBS、KBS、イトン、MBC、テレビチョスン、MBN を含むほとんど全ての韓国の主要な国営テレビニュースアウトレットは、 IU が最も偉大なに含まれる韓国の歌手であるというニュースを報道しました。ローリングストーンのシンガーズオブオールタイム、連合、テレビ朝鮮、韓国日報、中央日報、ヘラルド経済、朝鮮日報など韓国の主要マスコミ各社が報道した。ボーグコリア、W コリア、GQ コリアなどの評価の高い韓国の雑誌は、ジョングクがローリングストーン誌の史上最高の歌手200人に選ばれたと報じました。ボーグコリアの記事は、史上最高の歌手 IU とジョングクと題され、次のように書いています。今を代表する韓国の歌手といえば、その名前を外すことはできません。 GQ コリアがジョングクのために書いたように、ジョングクはソロアーティストとして様々なタイトルを追加しています。彼は200人の最も偉大な歌手の一人に選ばれ、 K-POP やポップミュージックの歴史を一新しました。K ネチズンはまた、 K コミュニティテクーのホットトレンディング投稿でジョングクを韓国の男性代表として言及し、ジョングクと IU を祝福しました。韓国の男女代表は素晴らしい、韓国人が2人、お祝いのデュエットをお願いします。